生活費ですね。フィリピンの場合ですね、生活費はですね、僕みたいに独身の場合だと10万円かかんないかなって感じですね。実験してみたんですけど、7万円ぐらいでも全然生活できましたね。まあ、セブの場合ですね、マニラの場合も、7、8万とかで、まあ、もちろんどういう生活をしたいかってことなんですよね。やっぱり、YOASOBI がすごい好きとかですね、女の子とデートしたいとかいう場合だとやっぱりもちろんかかってきますし、それでも日本よりも全然かからないですよね。1回のデートで1万円とか日本だとかかると思うんですけども、そんなにかからないっていうのもありますし、まあどういったライフスタイルをしたいか、まあ、普通にですね、毎日ビールを飲んだりしてもですね、まあ、スパに毎日行っても、7、8万円ぐらいで全然独身だったら生活できるかなって感じですね。カップルでも15万円ぐらいあれば余裕かなっていう感じですね。あとは住民票とか必要な手続きですね。フィリピン移住